はい、今からでも遅くない別レッスン講師の大沢でございます。いつもお世話になっております。本日の内容はですね、こういう人はうまくなるよっていうね、そういうお話ししていきたいなというふうに思います。で、最初に申し上げておくんですけども、今日の動画でお話しする内容に該当しない方っていうのはですね、はっきり言ってあんまり上手くならないですね。ですので、まあなんないんですけど、その、早く上手くなるって僕が言ってるその人にまあ似せていただいてですね、寄せていただければですね、早く上手くなるようになりますんで、まあ自分がねどういう状態にあるのかっていうのも、確認していただいてですね、そちらに寄せていただいて、少しでもね早く上手くなって、セッションとかライブとか楽しんでいきたいよねっていう方々が集うチャンネルですからね、これはね、ですので少しでも早く上手くなっていただければなというふうに思います。どうぞ。はい、というわけでベーシスト作曲家の大沢敦也でございます。このチャンネルはウッドベース、エレキベースを趣味で生涯学習的に楽しんでいきたい。辛い厳しい練習を毎日何時間もかけてしたいわけじゃないんだけども、てかできないよね毎日ね、何時間もね。効率的な学習方法、練習方法をゲットして少しでも早く上手くなってセッションとかライブとか楽しんでいきたいよねという方々が集うチャンネルとなっております。よかったらチャンネル登録して見ていってください。よろしくお願いいたします。あと1回単位から受講できるオンラインレッスンっていうのもやってます。非常に効率的ということにこだわったレッスン内容でございますので、今までね、先生についてあんま上手くならなかったなっていう方もですね、この効率的な大沢メソッドっていうのを試していただければですね、すぐ上手くなりますからね、すぐ上手くなりますから、でもまあやりかその生徒さん次第ですけどね、んなところもありますけども、すぐ上手くなりますね。1日8時間練習しろとか絶対言わないですからね。安心してください。あと最近始めました LINE で質問し放題レッスンっていうのをやってます。1日1返信保証しますとは言ってるんですけども、現状ですね1日3返信4返信してる可能性があります。大沢がねまだまだ余裕があるうちにですね、生徒さんの数が少ないうちにですね、ご応募いただきまして、この大沢の余裕のある期間っていうのをですね、十分使っていただきまして、すぐ知識やね、テクニックっていうのを身につけていただければなというふうに思いますので、ご応募お待ちしております。どちらのレッスンも大沢敦則で検索して、ホームページのレッスンというところから確認できます。よろしくお願いいたします。ということで本日はこういう人は早く上手くなるよっていうね、そういうのをねご紹介していきたいなというふうに思います。まあ逆に言うと早く上手くなる人ってまあこういう人だよねっていうお話なんですけども、まあそこをね知ることによってなかなか上手くなんねえんだよなっていうふうに思っている人がまあそこに寄せることがまあ改善につながるということですね。ですので最後までね聞いていていただければなというふうに思うんですけども、で動画の最後にコメントにお答えするコーナーも設けておりますので、最後までぜひご覧いただければなというふうに思います。よろしくお願いいたします。まず一つ目、こういう人は上手くなるよ。一つ目ですね、練習を楽しんでいる人ですね。まあライブもそうなんですけど楽しんでいる人ですね。一番いけない、逆にいけないのがですね、練習しなきゃしなきゃって思っている人ね、これダメだと思うんです。はい、なぜかっていうと、練習楽しんでいる人っていうのはそこに没頭している状態ですね。楽しい、最高、イエーイみたいなね、没頭している状態ですんで、まあ脳が楽しい記憶としてちゃんと覚えてくれるっていうことですよね。はい、そのフレーズもまあリズムも理論的な解釈もそういうことなんです。で、逆にやらなきゃやらなきゃっていうね、仕事忙しいけどライブがあるからやんなきゃやんなきゃみたいな感じ、仲間に怒られるからやんなきゃやんなきゃ、迷惑かけるからやんなきゃやんなきゃっていう人ってで、どうしてもですね、頭の中が集中できない状態にあると。まあ、やんなきゃなんで、やりたくないんですよ、別にね。やりたくないんで、心理はやりたくないんで、例えば練習中にね、今日飯何にしようかなとかね、お酒飲みてえなとか、女の子と遊びに来てえなとかね、腰痛えなとか、疲れたなとかね、そういうことを考えちゃう。まあ、明日の仕事のことを考えちゃうとかね、そういう人が結構多いと思うんですけど、今日あったこと考えちゃうとかね、夜練習する人って結構そうだと思うんですね。そういう状態にあると、まあ、逃避行動に移りがちでございますね。脳が逃げちゃうんで、その記憶に残らないっていうものですね。かつ集中力がないもんですから、練習中でも間違えると。で、練習中に間違えるってことは、間違える反復をしてるってことなんで、反復したものは当然記憶に残りますね。手癖になります。ということは、間違える箇所、毎回同じ箇所間違える人って、そのスペクトルにはまってるってことなんですよね。あ、スペクトルじゃねえな。なんかスペクトルって言葉使いたかったのかな、僕ね。はい、なんでもいいですけど。
スパイラルですね。スパイラルに、そう、スパイラルにハマっているということなんですけども、失礼しましたということですね。ちょっと言葉弱いですね。はい。なので、ぜひですね、練習は楽しんでやっていただきたいということになるわけなんですけども、練習楽しむって言ったって、練習しなきゃしなきゃの方が、練習楽しむってことは、なかなか難しいと思うんですよね。んで、例えば、まあ、僕みたいな人に、まあ、レッスンついてる人だったら、僕、ちょっとこれ、正直な話ね、該当する人なんか俺かなと思ったら、なんか大変申し訳ないんですけども、ちょっとだけでも、ほんのちょっとだけでも、成長したなって思ったら、僕は極端に大げさに褒めてます。ね、褒めてますっていうか、いやー、前回より良くなりましたねって、こういうとこは良くなりましたよね、どうですかってね。で、そして本人にも、振り返りをね、していただくようにしています。それによって、まあ、やってきたことが、努力が、裏切らなかった、見よった、ということで、楽しくなりますよね、努力することが。練習することが楽しくなる。ね、子供なんかね、もう顕著ですよね。おー、すごい、よくできたじゃーなんて言うとね、もうほんとね、ほんとですか先生なんつってね、もうほんとね、調子に乗ってバンバン叩いちゃったりね、ドラムじゃねえね、ドラムじゃないですね。ベースね、ベースにバーン、弾いちゃったりして、なんかそういうのもね、まあお子さんなんか顕著なんですけども、まあ大人の方でもね、やっぱそうやって先生についてると、ある種モチベーションを保つためにね、先生がそういう風にね、言ってくれたりとかですね。これね、レッスンを続けさせるためじゃないですよ。まあ、もちろんそれもあるんですけども、レッスン続けないと上手くならないから、練習続けないと上手くならないからっていうのもあるんですけども、これは、ほんと単に、練習が楽しいっていう風に思っていただかないと上手くならないから僕は申し上げてるんです、いつもね。はい、ですよ。これ見てたらごめんね。エアリップみたいだけど、でももう、結構ね、で、大げさに褒めてる人と、で、本当に心から褒めてる人いるからね、大丈夫。あなたは心から褒められています。ということです。で、そういうふうに思っていただければなって思うんですけど。でも、レッスンね、ついてない人、ね、レッスンついてない人は、やっぱ自分との戦いになってくるので、僕はこんなね、方法でね、7年前、まあ、僕師匠のところに、まあ、ついてはいたんですけども、自分でもやっていたことがあってですね、まあ、iPhone ね、当時から iPhone ね、普及してたんで、動画撮れるじゃないですか。なんで、毎回同じところ練習で、同じ部分をですね、動画に撮っていたんですね。で、動画に撮って、すぐ振り返ってもいいんですよ。まあ、僕は詳細な部分気になってた、例えばテクニックで、ここがこうこうこうっていうのは気になってたから、すぐ見返して、あ、ここちょっと突っ込んでんなとか、そういうので振り返り使っていたんですけども、もっと効果的なモチベーションを上げる方法っていうのが、1週間なり2週間なりしてみて、その2週間前の自分を見て、そして今のね、直近の自分をまた見るんですよ。ね。こことここを見る。ね。あれ、こことここを見る。ね。で、こことここを見るんじゃなくて、これは、どん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 こうやって進んでいって、こことここってこうやって見ていくと、まあ、変化に気づくわけですよね。自分が努力してきた結果、上手くなった変化に気づくので、これでモチベーションを保っていた。やっぱ練習は裏切らないよねっていうね、そこを保っていたっていうところがあります。やっぱりね、自分一人だとわからないですね。どれだけ上手くなったかっていうのがわからないんで、長いスパンで、見ることができない。長いスパンで学習を考えることができない。練習を考えることができないっていう風になっていますんで、それかなり有効だと思いますんで、ぜひね、やってみてくださいね。一番いいのは僕のレッスン受けてもらうことなんですけど、オンラインレッスンじゃなくていいですよ。LINE で質問しようでレッスンでいいですね。動画送りやったりなんかして、めちゃめちゃ上手くなったねってね、僕もう言いますから、もう上手くなったってね、まあ毎日言ってあげますから。まあそれは置いといて、一つ目は練習を、楽しんでいる方ですね。はい、練習楽しんでいる方は必ず上手くなります。まあこれはね、僕がね約束します。はい、ということですね。で、本番もね楽しんでいる方ですね。それもいいと思います。で、二つ目なんですけど、家事や育児で忙しくなかなかまとまった時間が取れない方、仕事の休みや時間が不規則で事前に時間を確約できない方、実際のレッスンを受けるにはまだまだ自信がないなという方に用意したのがこちら。皆様よくお使いの LINE アプリを使用してサービスを始めました。その名も LINE で質問し放題レッスン。現在のあなたのレベルに合わせた課題の提供、好きなタイミングでメッセージをやり取りできます。実際の双方などは動画を添付する場合もあります。単なる雑談もまあたまにはいいんじゃないですか。1週間のお試し期間がついて、月額2980円のサブスクリプション、1日に換算するとたったの99円。安っぽい男ですいません。詳細は動画の概要欄または大沢すのりで検索してください。普通のオンラインレッスンももちろんやってます。で、2つ目なんですけど、なんやかんや充実してる方ですね。
そうですね。例えば、新しい仕事が、なんか、軌道によって、すごくうまくいっているとかね。そういう状態の時に、こういう経験したことないですかね。なんか、何かがうまくいってる時、まあ、仕事じゃなくてもいいんですけど、何かがうまくいってて、何かに、没頭してる時に、対してね、あんまり練習ができてなかったベースで、たまにセッションに誘われて、行ってみて、友達に、全然練習できないんだよね、って言いながらも、結構、そういう時ってうまくいったりするんですよね。あれなんでなんでしょうかね、っていうふうに思ってたんですけど、やっぱりね、心のゆとりなんですよ。何かがうまくいってる時って、なんか、軽い気持ちでいけると思うんですよね。その、楽器の演奏においては、まあお金もらってるわけでもないし、プロでもないし、まあ趣味だから、まあちょっとたまには楽しむかな程度な感じでね、いけるわけですよね。で、行った結果、緊張しないから、もう自分にもう期待してるわけですよね。弾ける自分に期待して、ね、弾けないというふうに思って行ってるから、自分に期待してないからやっぱ緊張もしないんですよね。で、緊張もせずに行くと結構いい結果が出たりするんです。ね。で、あと直近に、覚えたフレーズとかを使おうとしないじゃないですか。ね。今まで長い時間かけて、培ってきたフレーズばっかりを弾こうとするから、それだからうまくいくわけなんですよ。だから欲が出ないから。ね。っていうのもあるので、何か充実してる人、ね。何でもいいです。音楽以外でもいいですよ。やっぱり仕事が結構メインだと思うんで、皆さん。仕事充実してる人は、やっぱりね、演奏いいですね。とってもいいです。安定感があるっていうふうに僕は、と思っていますということですね。実はね、これテイク2なんですよ。さっきメモリカードの空き容量がなくなっちゃってテイク2なんで、ちょっとどこまで何を喋ったかっていうのによくわからなくなってるんですけどもね。まあ、基本的にはその、集中できる人ですよね。練習に集中できる人ってね、やっぱ上手くなるってことですね。あー、思い出した。で、三つ目ね。さっきのが二つ目ね。三つ目なんですけど、情報の箱を持てる人ですね。情報の箱を持てる人、っていうのはですね、例えば、まあ、音楽理論っていうね、ものがあります。で、音楽理論で、ここを覚えておかないと、ここの理論は到底理解できないっていうのがあると思うんですね。例えば算数の学習で言うと、足し算が分からなければ掛け算の筆算ができないみたいなね、そういう状態とか、もちろんまあ因数分解なんかできるわけないとね、そういう感じ分かりますよね、そういう感じなんですけども。まあ、どんどん知りたくなっちゃう人いるじゃないですか。まあ、ダイアトニック理論があって、このドレミファソラシドがやっと弾けるようになった、やっと理解できるようになったよっていう方でも、先生、これ、このコード何なんですかとかね、これ何なんですかなんか、あと、セッションの場でこういう話じゃないけど、これ何なんですかっていう、まあ、お話を、まあまあ、こう、質問をね、めちゃめちゃしまくってくる。ね、技術が伴ってないし、それまでの知識、プロセスが伴ってないのに、めちゃめちゃ質問しまくってくる人いるんですけど、そういう人は上手くならないです。ね。いやいや、上手くならないことはないです。そういう人でも、ぜひ試していただきたいことがあるんですね。自分の中に箱を作るっていう行為をしていただくということなんですね。で、自分の中に箱を作るっていうのは、まあ、こういう理論があって、まあ、伝える側を僕が伝えるとしたら、これはまあ、もっと上位の理論なんで、まあ、こういう理論なんですけど、まだまだ先の話ですねっていう話をしてから、まあ、お話を一応ね、お答えをするんですけども、自分の中でちゃんと箱を作っていただくってことですね。ダイアトニックっていう理論が あるというか、この箱がね、あったら、別物としてその理論をバッとね、こういうもので、こういうものっていう箱を作っていただいて、それぞれに収納していただいてですね、カオスにしないってことなんですよね。頭の中カオスになってしまって、最初のダイアトニック理論とこれ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 っていうのが一緒くたで全部わーってごちゃごちゃってなってて、それぞれが相互に移動できるような状態になってると、頭の中っていうのは、ね、非常にカオスですんで、それだけで、理論の習得っていうのはどんどん遅くなっていくんですね。うん。なんで、まあ僕のレッスンだと、ちゃんと、カテゴリーに分けて、プロセスもね、ちゃんとこれを覚えてね。あ、教材ね、いい教材出てますんで、それとすごいプロセス重視して、やってます。それで分かんない方は実際にね、僕に聞いていただければなというふうに思うんですけども、そのようにですね、まあ箱を作っていくところの感じになるんですね。で、その箱を作っていくって行為って、頭の中で箱を作ろうってそうはいかないんですよ。なかなかそうはいかない。なので、4つ目、こういう人は上手くなる4つ目ですね。箱を作ってる人っていうのが、まあ、3つ目だとすると4つ目が、
メモを取る人ですね。ちゃんとメモを取ってアウトプットする人ですね。アウトプットするってすごい大事だと思うんですよ。自分が何を今知識を得たかとか、自分が何ができるかっていうのをアウトプットして一枚の紙ですね。まあ一枚がいいです。できればペラってめくらない方がいいんですけど、自分の頭っていうのをこう頭っていうこう紙を作って、それをそこにぜーっと落とし込んでいくっていうのがすごく大事だと僕は思ってるんです。どんな学習においても、どんなスポーツにおいても、みんな一緒だと思うんですけども、自分が何をできるか、それから何を知らなきゃいけないか、っていうのとか、そういうのをね、この知ったことはどこに位置するのかっていうことをこうやってお絵描きしていくんですよ。それがめちゃめちゃ大事だと思うんです。それができてる人っていうのは確実に上手くなってるし、確実に頭もいいし、勉強ができます。はい。で、スポーツもできますね。スポーツっていうと勘どころっていうところの人ももちろんいるとは思うんですけど、例えば走るのが速い人って腕を大きく、振るということを知っている方なんですね。で、それを僕みたいに理論的に早く走りたいから腕を大きく振ろうっていうような人もいるし、なんか早く走れてるんだけど、あ、そういえば俺腕ふ、あの、大きく振ってるわ、みたいなね。後からの人もいますけど、何言ってたか分かんなくなってきたけど、でもね、ほんと、メモね、メモしてアウトプットして人に伝えられるような形になるまでアウトプットするっていうことが大事だと思うんです。なので、僕先生やってるので、先生やり出すまではもうダメでした。全然ダメでしたってことはないんだけど、先生やり出すようになってから、非常に知識の蓄積っていうのが容易になりました。なぜかっていうと、僕は例えばこういうフレーズがありますね、これっていうのがあるんですけど、これを20名の生徒さんに伝えるとしますね。これが使える場所、使えるコード、この指使い、からこうニュアンスまでですね、いろいろ20名の生徒さんに伝えるとします。そうすると1人目の生徒さんにはまあそこまでのやっぱクオリティなんですけど、20名の生徒さんになる頃にはですね、めちゃめちゃいいクオリティで、説明ができるということになるんですね。ほんと1人目の生徒さんには申し訳ないんですけども、僕はその人に伝えられるような状態にすることによって自分の知識の定着にしているわけなんですね。なので、書き出してくださいね。できれば書き出すということをしていただければですね、うまくなります。はいはいはい。ということで、こんなね、ちょっとなんかすごい寂しい式になっちゃってごめんなさいね。コメントにお答えしていきたいなというふうに思います。このコメントに、コメントですね、この動画にコメントいただきました。ピックアップ、ピエゾピックアップからアンプに直接のあなたは何かを失っていますってやつですね。インピーダンスの話ですけども、これにコメントいただいたのは、ピノロクコイリノさん。はい。ズームのマルチコンプはコンプとして普通に良いですよね。これ B3N の話ですね。マルチエフェクターの話なんですけど、最近はマーカス・ミラーも B3N をライブで使っているということですね。以前はあった足元のコンプがなくなっているので、やっぱりいいんだなぁと感じました。おそらく EBS のコンプだったかなというふうに思うんですけども、非常にですね、この B3N ね、良いので、なんかこう、エフェクターボードブラーンっていうのをね、作るのもね、憧れがあるんですけど、この B3N1 台でね、十分です。はい、ということです。はい。この動画にコメントいただきました。森岩光先生、ありがとうございます。この森岩光先生のですね、コメントはですね、非常に長い。ね、非常に長いんで、ここで紹介していると時間がバッと経ってしまうのでですね、非常に面白いこと書いてありますんで、皆さんね、読んでいただければなというふうに思います。はい。このコメントに、じゃあ、この動画にコメントいただきました。コピーしたフレーズを自分のものにする方法ですね。ミントさん、ありがとうございます。ドラマーですが、参考になります。ということでですね、こういうコメント大好きですね。もっと入れてください。ありがとうございます。助かります。はい。この動画にコメントいただきました。ソーマキさん、ソーワットみたいですね。この方もですね、非常にいいですよね。これなんでジャズが流行らなくなったかみたいなやつとかをですね、これすごい長文で書いてくれてるんですけど、すごい面白いです。これね、皆さんぜひ見ていただければなというふうに思います。全部はちょっと紹介しにできないんですけども、TTK69696 さんとかですね、ウッドベースのグッチさんですね、いつもねコメントありがとうございます。グッチさんなんか薬漬けだったんですかっていうね、コメント入ってきましたけど、薬だけ製薬会社に勤めてたんだっつうのね。はい。はい。ということでございます。他のコメントに関してはですね、また明日撮る動画で、コメントしていきたいなというふうに思います。明日撮れるかな？なるべく毎日撮ってね、朝早く起きて、精神統一がてらね、こういう動画撮らせていただきたい。皆さんはそれにお付き合いいただくという形になっておりますけどもね。この動画のコメント、まあダメだよ。この動画のもうね、テイク2だからもうダメだ。まあね、はい、くそーね。はい。ということで、よかったよという方はグッドボタンを押していただければ幸いでございます。また、あと、
なんだっけ、チャンネル登録まだの方、チャンネル登録してみてください。よろしくお願いいたします。質問、コメント、待っております。よろしくお願いします。失礼します。